はい、今日の授業はここまで。試験範囲の総まとめなんかやっちゃいましたけど、これうちのクラスだけですから、よそのクラスには内密にお願いしますね。担任特権と思ってください。ほら、原告の平均点ぐらいは学年一番にしておくと皆さんも鼻が高いと思いまして。先生、口元に本音出てる。鼻を高くしたいのは私たちじゃないですよね。鼻っていうかメンツですよね。先生、里中先生に嫌味言われてばっかりだし。つうか、はっきり言えばいいんすよ。お前ら頭悪すぎだって。いや、まあうちのクラス見事なまでに体育会系ばっかりだけどさ。いえいえ、テストの点数だけが学生生活ではありませんから、僕から言うべきことは何も。先生方もそこまで目くじら立ててるわけじゃないので、別にクラス全員が赤点でも僕の人生には何ら関わりはないんですけどね。しかし一方では一人厄介な御仁がおりまして、皆さんが選んだ全校生徒代表の方なんですが、これが恐ろしいのなんの。テストの点数が低いのは生徒ではなく教育する側が無能だからです。教育委員会への報告準備はいつでもできていますので、と日夜脅してくるんですよ。それでも生徒たちが治らないようなら、その時は直接私が監督しますとか。生徒としてどうなんですかね、あれ。あー、そっか、山城先生生徒会の顧問だったっけ。ナムナム、さすがは応援団を立ち直らせた助決。教師一人退職に追い込むなど造作もね。やっぱりな、会長絶対年さば読んでるって。あの迫力、同年代と思えねえし。ほら、うちの女子と比べると特にこう、おっぱい的に。先生、木の実だけでも A 組に引き取ってもらえませんか。そりゃ男子はみんな猿ですけど、こいつだけレベルの違う猿ですよ、絶対。あれ、でも女子 A 組だけどあんまり成績良くねえよな。中の上ぐらいじゃなかったっけ。そうだけど、別にいいんじゃない。塾も行ってないし、生徒会仕切ってたまにバイトまでしてるんだから。あれで学年トップだったら逆に気持ち悪すぎだよな。周囲は副会長に任せとけばいいんだよ。まあまあ、皆さん噂話はそのあたりで。地獄耳という言葉もありますから。じゃあそれなりに復習をよろしく。あんまり点数が悪いと冬休みそのものがなくなりますからね。あ、それとしずきくん、ちょっといいですか。何ですか、山城先生。いえ、そう大した用事じゃないんですけどね。試験前にこんな話をするのもデリカシーがないんですが、気になったので。どうだろう、学校には慣れたかな。はあ、はい、学校の作りや決まりなら自分なりに分かってきました。友達も増えましたし。そっか、それは良かった。うちのクラスは口の悪い面々だけど、その分気を使わなくていいからね。しずきくんと相性が良くて助かったよ。アルバイトもほどほどにね。試験前だって言えば大抵のところは休ませてくれるから、あまり無理はしないように。
また試験で困ったことがあったら周りに相談しなさい。一人で悩んでいても時間の無駄だよ。ほら、学校っていうのは話し相手にだけは困らないから。女のことで相談だ？そうらしい。難問にぶち当たっているんだ。深く考えてみて気づいたんだが、どうも自分は発想が貧困らしい。いや、豊かだと思ってたことがびっくりなんだけど。まあいい、こっち来い。やっちまったのか？よ。これからやるのかもしれない。木の実、例えばの話、マッドベアにハリセンボンみたいな女の子が入ってきたとする。その子は俺が嫌いで、マッドベアから出て行ってほしいようなんだけど、俺はマッドベアを辞めるわけにはいかない。つまりその女を追い出したいと。逆だ。なんとか認めてもらいたい。隠していたけど、俺はその女の子が嫌いというわけじゃなくて。要はナンパだよ。むしろ仲良くなりたいってわけ？けど、どうすればいいのかわからない。そもそもどうやって同い年の女の子と仲良く話ができるんだ？クラスの女どもとは話してんじゃん。あれでいいんだっつの。俺は羨ましいっつの。持ち前の天然系で押してけばいいべ。山育ちってのは希少なアイデンティティだと思うぜ。珍しいものは生かさないとさ。そうかな。珍しいというのはあんまりいいことじゃない気がする。だいたいそもそも嫌われている場合はどうすればいいんだ？クラスのみんなは親切だけど、相手はハリセンボンだ。いや、この際ハリネズミでもいい。そういう場合はめげなきゃいいんだよ。相手が折れるのを待つって寸法だな。トゲだけに。この例え話はダメだ。バッカ、女なんてのは機嫌を取ってればいいんだよ。まずは女の趣味とか大事にしてるもんとか聞いて、そこをフォローすればいい。自分の都合より相手の都合だ。まずは外堀から攻めろってことだな。外堀、外回りか。もち。その後はまあ結局はこれが一番効果的なんだけどな。袖の下ってやつ。プレゼントで釣れ。そん時の需要と供給さえ合えば、嫌われてても受け取ってもらえる。受け取らせちまえば、あとはそれが義理になるってもんだ。けど問題がある、木の実。確かにご飯とかそういうのをおごってもらうと嬉しいけど。そんな金はないってんだろ。分かってる分かってる。仕方ないね。そういうしずき君のために
一丁割りのいいバイトを紹介してやろうじゃねえのよ。ん？チョコのペースト切れたままじゃん。アリス、新しいの買っておいてって言わなかった？今日は一日部屋にこもっていたから。第一、チョコレートを食べるのはあなただけよ。自分のものは自分で調達をするべきね。総十郎、9時からアルバイトでしょ。行ってらっしゃい。私たちのことは気にしないでいいから。ああ、じゃあ行ってくる。今の様子を見てたのかな。ああ、めんどくさ。何、献立に不満でもあるの、青子？もちろんあるけど、いつものことだし慣れてるわよ。私が呆れてるのは、あんたの意地の悪さの方。徹底的に無視してるくせに、相手の反応を伺ってるなんてめめしくない？罠張って待ち受けるようなもんじゃない。彼の反応なんて探ってないわ。そもそも興味がないもの。それと、今のは差別発言ね。めめしいという表現は女性軽視に過ぎるわ。今の場合なら、あなたは矛盾していると言ってちょうだい。うわ、自覚ありときた。じゃあここからは、青崎青子としてじゃなく、共犯者としての質問ね。アリス的に彼を見逃していいと思える判断材料はない？ありえないけど、実は彼も魔術師でしたなんてオチであったとしても、ここに住まわせるのは容認できない？その理由なら認めるわ。彼を許すのではなく、そんなことに気づかなかった私たちへのペナルティーとして。そうね、今のは絶対にありえない話だけど、それと同じに
絶対の結論もまたないわ。彼がここに住む選択を飲む場合すらあるかもしれない。気の迷いは私にだってあるのだし。ええ、そう、そういうことよ。今は私との義理とかプライドで冷静を保ってるあんただけど、あいつの努力次第で少しは。それは諦めて。彼が何をしようと無駄だから、あなたも知っていると思うけど。そんなのあんた個人のトラウマでしょ？自分の意固地さを魔女の血統云々で棚上げするのはそれこそめめしいわ。いいじゃない。嫌いなら嫌いではっきりしてれば。私が気に食わないのはね、あんたのどっちつかずの態度よ、アリス。どっちつかずの態度？そう。無視するなら徹底して無視してやれって言ってるの。ガチガチに守りを固めて、そのくせ縄文だけ開けて、獲物が油断して入ってきたら串刺しにする気満々とか、相棒として見てられないわ。あいつにできることなんて、閉ざされた門を開けることぐらいだっていうのに、その機会さえなくすのはどうなの？ごめんなさい、青子。もう少し簡単に言って。その例えは、ちょっと。だから、興味ないとか言っておきながら粉かけるなってこと。あんなにチラチラ盗み見たら、あいつ変に勘違いしちゃうかもしれないでしょ？アリスはああ見えて、本当は自分と仲直りしたがっているに違いない。じゃあ早速部屋に押しかけてみよう、とか。そういうことになるの？なる。少なくとも私だったらいい加減イライラして、話があるなら校舎裏まで来いって決着つけかねないレベル。この毒。そうだったのね。気をつけるわ。別に彼と話をする気はないんだし。私も彼を見ていたというより、彼の手足を見ていたのだし。ん？手足ってなんで？手足は手足よ。彼個人には思うところはないけど。あの夜の出来事はまだ記憶に新しいから、それが少しだけ気になってつい視線で追っていたのね。あの夜って遊園地のこと？なんかしたっけあいつ。飛んだでしょう彼。レールの上から私のダンプティに向かって。ええ、そんなこと言ってたわね。勢いでつい1メートルぐらいだから飛んじゃったとか。でも、それがどうしたの？卵の敵討ちってわけ？ダンプティは壊れるのが仕事だから、敵討ちも何もないわ。ただ、人間の体ってあんな風に動くんだなって。気にしないで。機会があるならもう一度見たいと思っただけ。別に彼に何を期待しているわけじゃないわ。なるほど。アリスのプロイって大体が人型じゃないしね。単に物珍しさで見ていただけか。
夕食、明日は私が作るから。試験前だってのに、こんなしょぼくれたもん食べさせられたら、一夜漬けする気合も湧かないわよ。ご自由に。私も手が空いて助かるわ。いい。洋館にいるときは、極力一人にならないこと。眠い。6時から登校とか、あんたも働き者ね。そうでもないよ。30分仕出しを手伝うだけだし。それより青崎、無理してないか？別にこっちに付き合うことないんだぞ。ご心配なく、生徒会室で仮眠取るから。約束だし、門までは一緒に行くわよ。帰り道に関してはアリスもそこまで暇ではないと信じるしかないんだけど。ん？ところで、何か考えてる？こいつは時間がかかるが最も自然だ。人間ってのは自分が好きなものを大切にされるとコロッと気を許しちまう仲間意識ってやつだな。でもやっぱり本人を落とすのが一番早い。俺たちに魅力がないのなら、魅力のある外付け装備に頼るのだ。そう、プレゼントなんだよ、しずきくん。
あとは、まあ、剣ってやつ？俺にはよくわかんないけどさ、やりすぎると悪い印象を持たれるとか殿下が言ってたな。私、今落とされてる？って意識させちゃダメなんだとよ。付き合った後で、あれ？私落とされた？と気づかせるのが上等なんだとか。大丈夫、考えてるよ。とりあえず自分にできることとかしたいことをしようと思う。安心してくれ、青崎に忠告されたことすらきちんと守る方針だ。学校にあるようなほうきが欲しい？そうなんだ。できれば安く買えるところ。しずきの家アパートよね。ほうきなんてもの必要とは思えないけど。いや、ちょっと気になるところがあって掃除がしたいんだ。ゴミ袋もあると助かる。無駄な出費はできないって言ってたくせに。まあどうでもいいけど、うちのでよければ使う？貸してあげましょうか？多分一日じゃ終わらないから自分で買うよ。元から欲しかったものだし、あると便利だよ、ほうき。田舎者の趣味って理解不能ね。水郷すぎ。うちの近くにまっついラーメン屋あるでしょ。あそこの通りを終わりまで行けば沖田って金物店がある。一式揃えるなら西口のホームセンターより安く上がるわ。どうでもいいけど、私のチャリ使う？どうせ試験明けまで使わないし。いや、自転車には乗ってみたいけど、今回は遠慮するよ。じゃあ、また明日、学校で。
ああ、そういえば。ところで、あれから動きはあった？そう。ならあっちも次の手を考えているんでしょうね。魔術師本体の居場所は見当ついてる？そう。私も試験が終わったら手伝うから、それまで悪いけど一人でやってて。今日からあのバカを一夜漬けにしなくちゃいけないんで、余裕ないの。ん？問題ないでしょ？アリスはもう休みに入ってるんだから、一日全部使えるじゃない。アリス？聞いてる？わかってる。今夜からそっちもやるから。期末試験1日目、ご苦労様。それで、生まれ変わる覚悟はできた？うん、うん。今夜、私の部屋で監禁ね。あ、夕方からのアルバイトは当然キャンセル。ちょっと本気であの点数はありえないから。ま、転校してきたばかりだし、しょうがないよね。
先に自分の復讐済ませる。あんたはそのテーブル使ってて。なんかいろいろと慣れないな。なあ青崎、この青いのなんだ？なんか薄いし青いしとんがってるし、きっと青崎のことだし、もしかしなくても武器か。楽器よそれ。エレキはともかく、アコギは音楽室で似たようなのあったでしょ。あとこれ以上青々言ったら、そのとんがってるので殴るからね。ちょっとは落ち着きなさいよ。いつもは耳の遠い大型犬みたいに鈍感なくせに。何か気になるものでもあるの？もしかして内装？この部屋の家具のグレードが今とは違うから不思議がってるのね。ここベッド以外は私の家から持ち込んだものなの。引っ越してから2年経つけど、まだ屋敷には馴染んでないでしょ。青崎、ちょっといいかな？ん？何？この3日間、青崎たちの夕食事情を見てきたけど、君たちの食事はいつもああなのか？そうだけど、おかしい？ん？そう言われると困るな。ただ学校じゃみんな楽しそうだった。誰かと食事をとるってことはああいう風になることだって思ってた。だからもしかすると。もしかしないわよ。別にあんたのせいでアリスと話さないわけじゃないわ。私たちはいつもああだから。張り詰めた食卓だな。青崎とアリスは仲がいいと思ってたのに。張り詰めた食卓っていうのは合ってるわね。アリスが何回あんたの飲み物にメスカリンを入れてたかなんてもう覚えてないし、昨日なんか堂々とサラダの中に七かまどなんか混ざってるし、ほんとあの子何考えてるんだろう。メスカリン？サボテンから取れるアルカロイドよ。アリスが使う以上ただの幻覚剤じゃないでしょうけどね。と、私はこんなもんでいっか。さ、今度はあんたを仕込まなくちゃね。今日の4科目の答案、実に総重郎らしい出来栄えでそっと押しそうになったわ、私。原告、地理、数学、電子工学。あの調子であと2日続けたら、冬休みが消えるのは当然でしょうね。そうなると、困るのは私なのよ、実際。いや、俺も困るぞ。
休みなのに学校に行くのはなんか気が乗らない。そりゃ私のセリフだ。あんたが学校に行くってことは必然こっちまでとばっちりが来るっての。それ以前に私の目が黒いうちはオール赤なんてやつは許さない。本来なら性根から叩き直すところだけど、ま、あんたはいろいろ事情があるからとりあえず点数だけで勘弁してあげる。私もテストは一夜漬けで片付ける方だから、あんた一人仕込むのにそう時間はかからないだろうし。あんたね、苦労するのは私とあなた、どっちだと思う？この度はご迷惑をおかけします。よろしい、安心なさい。私だって鬼じゃないから、別に平均点狙うってわけでもなし、予定通りこなしていけば3時には眠れるわよ。って何仏心出してるんだ私。いい？しずきくん、この後頼られちゃたまんないから釘刺しておくけど、私がマンツーマンで誰かを仕込むなんてことめったにないから、これはあくまで異例中の異例だって覚えておいてね。結局一晩かかったね、大崎。甘く見てたわ、あんたのこと。だから褒めても何も出ないって。ある意味褒めるに値するかもね。でもね、真面目なのはいいことだけど、あんた暗記するのに時間かかりすぎ。そこは多めに見てほしい。今まで頭より体で覚えることのが多かったんだ。まあいいわ、これで山城からあんたの成績について相談されることもないでしょうし。紅茶もう一杯入れてくれる？まったく無駄遣いだな、青崎は。
悪くないけど、せめてリーフティーで入れられるように仕込まなくちゃダメかな。やっぱり味は違うのか？違う違う、もう全然。ま、正直私はどうでもいいんだけど、アリスはね、かなりお茶にはうるさいよ。そうだ、総十郎、アリスとうまくいってる？彼女と会えるのは食事の時だけで、食事と言ったらあれだろ、どうやって仲良くなれって言うんだ。そう？私は十分脈ありだと思ったけど、そっちはアリスを怖がってないし、アリスはそっちを追い出す理由を見つけようと躍起になってるし、いい条件よこれって。全然わからないな。あの子とこっちの関係は遊園地前の青崎と俺の関係と同じじゃないか。一体どこがいい条件なんだ？とりあえず反目し合ってはいないでしょ。一方通行の関係だけど、それはそれ、アリスにしちゃ上出来っていうか、理由を探している時点で可能性ありってね。あの子は反感に応えることが癖になっちゃってるから、大抵相手を自滅させちゃうのよ。ん？知ってしまえば単純な話なんだけどね、あの子の場合。ただ、難しいよ、青崎は。でも、確かに君の言う通りだ。俺はまだ、あの子の顔しか知らない。クオンジ・アリスという名前すら定かじゃないのは、問題があるね。あの子のこと教えてほしい？いや、そういうことは本人に聞いてあげるべきだと思う。そうね。ほんと、あんたってアリス好みの対応をするわ。ねえ、前から気になってたけど、客室でアリスに何を言ったの？いくら私との約束とはいえ、あの子が部外者を半日も放置するなんてありえないのよ。どんなセリフであの子の気を変えたの？ほら、白状しなさいってば。隠し事なんて似合わないわよ。まあ、あの子と何を話したかは言わないけど、今の青崎に比べれば花もロマンもなかったのだけは確かかな。さっきまでは青崎が鬼みたいだったから、いいもんだなって気がつかなかった。仕方ないでしょ、この方が効率よかったんだから。あんた、横にいないとすぐ間違えるし。そうだね。なんか昔みたいで、久しぶりに集中できた。これが異例中の異例っていうのが、本当に残念だ。余裕あるじゃない。
その分じゃ今日のテストだけじゃなく、アリスとの話し合いもうまくいきそうね、総十郎。ああ、それはもちろん。方針変更だ。まずは近くで話しかけてみるよ。嫌なことはいずれ終わるって分かったから。とりあえず今日は一人で帰ってアリスと話してみる。青崎は放課後生徒会だろ。待った。まさかあんた、一人でアリスとやり合うつもりなの？別にやり合うつもりはないぞ。し合っても勝てないだろう、アリスには。でも、青崎がいたら話が複雑になるのは目に見えてるんだ。そんなわけで、今日はゆっくり、飛び丸の相手でもしててくれ。本気？なら止めはしないわ。なんか怒ってないか、青崎。別に。それで何か考えはあるの？下手な考えは通じないわよ、あの子には。言葉で落ちない奴は物で釣れ。大体アリスの趣味もわからないじゃないか。考えてみると今の自分と彼女はまるで接点がない。いつものことだけど、何も考えてなかったわけね。うん。でもまあ、あれこれ考えなくてもいいと思う。アリスにはあれこれ説明するとか、分かってもらおうとか、そういうんじゃなくて、なんていうか。要は、俺が彼女を好きかどうかってことじゃないか？青崎？下でシャワー浴びてくるから、あなたは自分の部屋に戻ってて。
いいけど、やっぱり怒ってないか、青崎。そうね。あんた流に言えば、多分私は怒ってる。何に対してのものかは、あんまり言いたくないけど。じゃあね、これが最後になるかもしれないから、お別れぐらいは言っておくわ。あなたはアリスを甘く見すぎてる。でも、それが同時にあんたの強みなのよね。私たちには毒にしかならないけれど。なんで私から出ていくんだ！順番が逆！普通先に出てくのはそっちじゃない！情けない。まだ未練ばっかりだ。そういえば、幽霊と魔法使いっていうのは、どっちが常識外れなんだろう。よし。
寒くないのかな、この子は。青崎、怒ってたからな。そのくせ点数悪いと怒るし、別に青崎が怒る筋合いじゃないと思う。そろそろバイトの時間か。いや、青崎も帰ってくるだろうし、いらぬ世話かな。八代木のダチから聞いたんだけどな。聞いてるか、しずき。聞いてるよ、木の実。和食のケニアだけじゃねえんだってよ。三崎町の大帝都にもメシアンにもその手の注文があったらしいぜ。そんなに肉が欲しいなら下市に行けばいいのにな。
なんだって生肉だの大物の鮭丸ごとだのを出前させやがるのか。どうよ、こう露骨にヤバそうな話じゃね。ワニとかアザラシでも飼ってるんじゃねえかな、そいつ。他に比べてみると確かに珍しい話だと思う。ところで木の実、ワニってなんだ。ワニはワニだろう。だっせ、実物見たことないのかよ。まあ俺もねえけどな。今度ガクガク動物ランドのアフリカ特集ビデオを貸してやるから見とけよ。しずけくん、ちょっと遠いけど配達をお願い。はい、これ届けるもののリスト。異例だからあまり他のバイトには他言しないようにね。マネージャー、なんだい。君の疑問はもっともだ。しかしまあ、長いことこの商売をやっていると時にはこんなバカな話が転がってくることもある。そうおかしなことじゃない。じゃあ冷蔵庫から品物持ってくるから。遅い。遅いってまだ10時になったばかりだろう。どうしたんだ青崎。違うわ、もう10時になったの間違いでしょ。あんたってほんと自分がどんな状態にあるか分かってないのね。いいから今に来て。説明しなかった私も悪いけど、あなたも帰ってくる時間は守ってよね。こっちはそのつもりで作ってるんだから。薬なら出かける前に飲んだけど、体の調子だって悪くないし、そんなに慌てることか。は？なんだって私たちがあんたの健康を気にかけなくちゃいけないのよ。勘違いしてるようだけど、あんたが帰ってくるたびに飲んでるのって平たく言えば毒よ。即効性じゃないから効き目は半日すると出てくるんだけど、その前に新しい毒薬を飲んでおかないと古い毒が体に回ってばったりいくって寸法ね。アリスのやつ、これぐらいしないと信用できないって言い張ったのよ。ほら、分かったらさっさと飲む。ま、私もこれ面倒だと思うし、近いうちもっと形のある方法を考えてみるから、それまでこの方法で我慢して。言ってることは支離滅裂だが、とにかく今まで良くないものを飲んでたんだな。
まったく、毒を持って毒を制するなんて、また古風な真似するな、青崎もアリスも。今日帰りが遅れたのは、アパートまで荷物を取りに行っていたからなんだ。そういうことなら電話の一つでもすればよかった。荷物ってまさかそれじゃないでしょうね。住んでいないのに家賃を払うのは馬鹿らしいから今日で引き上げてきた。一応いつでも戻れるように話はつけてあるから3ヶ月ぐらいは大丈夫だよ。家賃？あ、そっか、そうよね。私ってばなんでそんなことを忘れてたんだろう。アリスが聞いたら喜ぶわ。そりゃけど、ずいぶん少ないのね、荷物。ダンボール一箱分しかないの？そうかな、十分多いだろう。それよりアリスは自室か？ちょっと前に戻ったわ。珍しく食後もここに残ってたんだけど、待ちきれなかったみたいね。待ちきれなかったって、何を？そりゃアリスが眠ってるのをいいことに、在庫のないフォションとブルーキャリコを勝手に使ってくれたどこかの誰かさんにお仕置きするためなんじゃない？フォションって、あのお茶の葉？そう、私もびっくりしたけどね。アリスがどっかで寝入るのはよくあることだけど、紅茶を用意して眠るなんてのは初めてだったから。どんな心境の変化か知りたくて起こしたら、アリスの方が驚いてたわ。一体誰の仕業なんだって。そうか、それじゃあアリスは怒っていただろう。当然、コマ撮りがとばっちりでドリブルされてたしね。ああ、俺でも怒る。片付けをきちんとしないなんて、だらしないにも程がある。論点違う。あのね、寝顔を間近で見られたから怒ってるのよ、アリスは。え？そうかな、アリスはそういうのは気にしないと思うんだけど。あんたはそうかもしれないけど、私たちは気にするの。それは青崎たち限定の話か？世間一般での常識よ。自分が気にしないからって他人もそうだと思ってると、いつか火傷するからね。うん、でもそれだったらロビーで寝ているアリスにだって問題ないか？見かけたら放っておけないだろう、あんなの。その心意気は立派だけど、そこはそれ、この館の持ち主は彼女だから。この洋館内であなたが出会ったあらゆる不義不始末、失敗失態の責任は総十郎に押し付けられるの。この意味わかる？つまりここはアリスの自治領なんだな。はい、よくできました。正確には私とアリスのだけどね。領主は何をやっても許されるってことよ。青崎、君、ご両親はどうしてるんだ？生きてるわよ。三崎町から下りに4駅行った十川ってところの地主。父は祖父だけど、今は隠居して両親と一緒の土地に住んでるわ。ん？そう聞くと、
なんだか普通の家庭だな。両親はね、父さんにはあんまり魔術回路は作られなかったみたいだから、その分私には2世代分の潜在能力があるって祖父は言ってるけど、どうだか。総十郎の期待してるような一族はどっちかっていうとアリスの方よ。私と違って英国出身だからね、彼女。ま、詳しくは本人から聞きなさい。アリスの紅茶好きもそこから来てるんだし。そういえば、なんで今日に限ってリーフティーなんか入れたの？ティーバッグを使った方がまだマシだったでしょうに。青崎がそっちの方がいいって言ったじゃないか。アリスは紅茶にうるさいって。ま、いいわ。それより明日の放課後だけど、また一人で帰ってくれない？年明けの行事があるんだけど、その場しのぎで行った餅つき大会が通っちゃってさ、明日も忙しいのよ私。それはいいけど、体は大丈夫か青崎？昨日から寝てないだろう。夕方に3時間ちょい仮眠を取ったから調子はいいわ。そういうあんたこそ体は持つんでしょうね。もう少ししたら昨日の続き始めるわよ。いいよ。どのみち苦労するのは青崎の方だし、慰霊中の慰霊はありがたく受け取っておくとしよう。ほんと、くだらないことだけはしつこく覚えてるんだから。よく寝る子だな、本当。飛丸は一人何をしているんだろう。
けど青崎の言う通り。文字で物事を覚えるのは苦手みたいだ。バイトの時間だ。何のつもり？そうだな、一口じゃ説明できないから座るよ。それで、何？ああ、遅くなったけど、こうして話がしたかったんだ、アリスと。私と？青子とではなく。ん？そうだね。青崎とはもっと話したいところだけど、それよりは三人で話してみたい。青崎は普段からアリスとは会話がないって言うんだ。それが俺のせいなら困るし、俺のせいじゃないならもっと困る。せっかく同じ場所にいるのに会話がないなんて、もったいないと思うんだ。あなたは
私が怖くないの？ああ、だってそう言えるほど俺は君をよく知らない。話。ん？私と話をしたいと言ったでしょ。なら好きにしてみたら？じゃああの鳥の話を。ほら、そこにいる青い鳥、たまに見かけるんだけど、君の飼い鳥か？それともほら、なんて言ったかな、プロイだっけ？あの鳥もアリスの使い魔？あれもプロイだけど、私とは何の関係もないダッチョウ。ずいぶん古くからいるだけで、私もよく知らないわ。ん？じゃあ勝手に住んでるのか、この家に。勝手になんて私が許すはずがないでしょ。ロビンは本当に役に立たないけど、あんなのでも母から譲り受けたものだから。失敗続きでも特別に住まわせてあげてるの。そっか、安心した。ここに住むの役に立たなきゃダメってわけでもないんだね。ごめん、アルバイトがあるから、もう行くよ。待って。何？その、今日はポットがあったけど。あ、うん、昨日の反省点だったから。結局使ったのは自分だけだけど。そう、そのポットはコーヒーとの兼用だから、ハーブティーには合わないわ。なかなかに奥深い。あれかな、慣れないことはするもんじゃないってことか。どうして私を起こさなかったの？言って。起こす気も起きることも期待していなかったのはなぜ？
言わなきゃいけないか。じゃあ言うけど、別に深い考えがあったわけじゃない。単に寝た子を起こすのは良くないだろ。冗談は聞いてないわ。冗談じゃないよ。眠っているのならそのままでいいと思ったんだ。話はしたいけど、それはまた目が覚めた次の機会にするべきだって。随分と悠長なのね。青子があなたを守るのは今日までだって聞いているけど、私に取り入る機会はこれが最後なのに。それともあれだけ忠告されておいてまだ何も分かっていないの？そりゃ何もわからないよ。魔術とか魔法とか、たった数日でわかるもんか。はっきりしているのは、アリスも青崎も言ったことはきっちり守るってことだけだ。なら、どうして？どうしてって、そう言われても困る。そうだな。機会が訪れなかったのなら、それはそういうことだと思ったのかもしれない。君の寝顔はそれぐらい、なんていうか、判断に困った。青崎とは違う意味で、簡単には関われないと思ったんだ。でも、しずき君は関わろうとしているのね。その機会は訪れなかったの。機会はやってきたよ。なんで、こっちも今日ぐらいは自分の勝手にして無茶をしたくなったんだ。しずき君の言う通りなら、私はあなたを拒絶するしかないのに。まあ、そこが難しいところなんだけど。多分そこを解決したがってるのは俺だけじゃないと思うよ。けど、私はあなたの同居を認めてはいないわ。だろうな。それはきっと今は解決できない問題だ。でもそのうち何かの気まぐれであっさり終わるものかもしれない。だからその時までアリスはずっと俺を嫌っていていいんだと思う。大体だぞ。アリスだけじゃなく、青崎も同居を認めてない節があるじゃないか。だから認めてもらう、なんて意気込み自体が間違いなんだ。どうあっても俺は、青崎や君たちとは違うんだし。となると、あとは我慢してもらうしかない。難しい話だけど、一緒にいても邪魔にならないぐらいなら、その可能性は上がらないか？例えば、あなたが隣にいても眠っていられるぐらいに。
そうだね。例えばの話。実際、覗き見は趣味が悪いと思う。帰ってたの。ちょっと前にね。それでどうだったの、アリス。ずいぶんと話してたみたいだけど。あなたがここまで過保護とは思わなかったわ。意地？それとも義務？どっちかっていうと成り行きね。で、どうだったのよ結果は。気に食わなかったら実力行使に出るって言ってたじゃない。青子の言う通り、害にはならない人ね。あくまで今のところの話だけど。あら、それだけ？アリスにしては長く話してたのに。青子、あなた、隠していたわね。さすがね。よくそこに気がついたもんだわ。でも、こればかりは譲れないのよ。何も全て奪うとは言っていないわ。そうね。あなたにも3割ぐらいは回すつもり。ふん。銃が3に化けちゃ、ちょっと黙ってらんないわね。高望みは命取りよ、青子。ケチ。悔しいけど、アリスが6、私が4で手を打つわ。そうね。家主は私だけど、彼を招いたのは青子だから。その代わり、家賃の取り立てはあなたの役割ね。いいけど。ああ、情けない。こんなことなら錬金術でもかじっておくんだった。そうすればこんな思いをしなくても済んだのに。そうでもないわ。
彼らバブルが弾けて大変だって話よ。でもそんなセリフが出るってことはアリスもようやく認めたってことね。認めてはいないけど、公園での夜、彼を結界で捕捉しなかった責任があるから、彼と約束をした青子だけを責められないでしょ。約束とか運とかはともかく、変だけどいいやつよね、あいつ。青子、あの傷を知ってる？傷？幸せな人。ティーバッグにしろって言ったのに、あのバカ。何事？皆さんも部屋の整頓は心がけてくださいね。人間の自制心って環境に流されるらしいですから。ほら、それまで犯罪の少ない町だったのに、一つボロボロの家ができただけで近隣住人がみんな自堕落になるという、あれ、環境への無関心さが荒んだ精神を作り上げるとか眉唾ですけど、正直なところブームだからって盗んだバイクで走り回ったり、学校の廊下の窓ガラスとか割って回っちゃダメですよ。先生の仕事が増えますから。
窓が割れると心が荒れる。あら、今ここに鳥が来なかった？アリス、見た？さあ、もう見えないのならいないということでしょう。だっていないよ、鳥。そんなバカな。あ、夕食、鶏鍋？あいにく今日のバイトは魚屋さんだ。イワシでよければ土産にするけど。イワシ、イワシか？私あのパイ嫌いなのよね。いえ、むしろイワシのパイとか食べたことないのよね。なんだい、アリ。あいった。いや、ちょっと、青信号で突っ立ってられるの邪魔なんだけど。何柄にもなく黄昏れてるんだか。なんだ、マッドベアに行く途中だったんだ。私はコンビニのバイト、こっちは5時からだけど、しずきは？同じく5時から。クマリはどこか寄るところでも？本屋に寄った帰り、読みたかった本がなくなってたから仕方なく出歩いてたところよ。なるほど、時間を持て余しているところも同じだね。
何その無理やりの顔。なんか元気ない。いつも以上にイラッとくるわ。しずきのいいところなんていつもピシッとしてる背筋ぐらいなのに、みっともなく丸まってるし。もしかして悩みとかあるの？マッドベアにタチの悪い先輩でもいるとか。それなら話ぐらいは聞いてあげるから言ってみたら。いや、別に悩みとかそういうんじゃなくて、不思議なことがあったというか、珍しいものを見たというか。それ小さい悩み。でもまあ、青い鳥っていうのは確かに珍しいよね。いや、珍しいのは外見の話じゃなくて。ふーん、綺麗な青色といったらマウンテンブルーバードだけど、日本にはいないわよね。青いツバメだったらいるかもしれないけど。いや、ツバメじゃなくて丸っこいんだ。図鑑で調べたんだけど、どうもコマドリっぽいけど。うん、青色のコマドリは存在しない。しずきは縁日の青ひよこって知ってる？知らないわよね。いい、そう面白い話じゃないから忘れて。それより、そのコマドリって1羽だけなの？ああ、1羽だけだ。つがいは見当たらない。突然変異だとしたらちょっとかわいそうね。生まれた時から最後の1羽だなんて。孤独にも程があるわ。どんな鳥かは知らないけど、次に見かけたら優しくしてあげたら。自販機で10円を拾うぐらいの幸運は運んでくれるかもよ。いいじゃない、小鳥1羽ぐらい。そりゃ都会で鳥につつかれるのは珍しいけど、いい方の珍事よそれ。これがゴミ袋を漁るカラスの大群だったら困りものでしょうけど。あ、そういえば他にも気になることが。実は今あそこに見える丘に住んでるんだけど、出るんだ、大量のムクドリが頻繁に。そのくせ町に出ると見かけない。当たり前でしょ、町じゃ鳥なんて見かけないし。あそこは山だから動物は多いんじゃない？それよりあなた、あの山に引っ越したの？前のアパートは引き払ったって聞いてたけど。学校まで通うの大変じゃない？なんだってあんな偏僻なところに。ちょっとした成り行きだよ。それに通うのは大変じゃない。大変なのは中の話なんだ。ん？すまない、それはクマリに話すことじゃなかった。それより今の話だ。町には鳥が少ないと言ったけど、どうして？単に環境に適応できなかったのよ。何？鳥の話には随分と食いつくわね。しずき、動物好き？どちらかというと好きな方だけど。そう、私は嫌い。そんな私に鳥の話とかしてほしい？
そうだな。嫌いなだけで苦手でないのなら知ってる範囲で聞かせてほしい。痛いとこつくじゃない。いいわ、バイトまでの時間つぶしにしてあげる。さっきの続き、環境に適応できるかできないかってところからね。今でこそこんなだけど、三崎はここまで大きな町じゃなかったんだって。昔はその半分が森だったから、彼らはもともと森に適した生活をしていたのよ。でも近代化した町じゃ、自然のサイクルも成り立たない。人間ってのは、まず環境を自分たちの都合に変えるから。ヤブカが多いってことで小さな川の流れを変えたり、街中コンクリートで塗り固めちゃえば、鳥的にはお手上げよ。虫も森も少ないんじゃ、もう山に逃げるしかない。彼らは故郷を追われて、この森から山に移った。人間にとって都合のいい街は、鳥たちが生きるコロニーにはなり得ないから。そんなことぐらいで減るものか？その、姿を見なくなるぐらいに？そこまで極端じゃないとは思う。現にあなただってムクドリを見てるでしょ。比較の問題よ。町には人間が多いから、鳥の姿は余計希少に感じるだけ。たまに見かけるだけで珍しいと思えるぐらいにね。ああ確かに。じゃあ鳥は町からいなくなっただけで、あの山に移り住んで。あの山に天敵がいなければね。人間の手による乱獲か、移った先にいる生態系との衝突か、どちらにせよ居場所を失った彼らの寿命は短いと思う。一世紀持てばいい方かもしれない。旅行場との例もあるし、気がついた時には取り返しつかないのが動物と人間の関係よ。旅行場と？そう、旅行場と。体長は40センチほどもある大型の綺麗な鳥。オスの翼は深い青色で、胸は鮮やかなエンジ色。オレンジ色の目は嘘みたいに愛らしくて、その羽は時速100キロで長い距離を旅するの。アメリカにいた鳩でね、春は南から北へ、冬は冬越えのために北から南に移動するの。今から100年以上も前の話よ。彼らはかつて地上で最も繁殖した高等動物だった。何しろその数は50億、当時の総人口より多かったっていうんだから、圧巻よね。なんと、人間より数の多い動物がいたっていうのか。うん。でも彼らは絶滅したわ、他ならぬ人間の手によって。16世紀にヨーロッパからアメリカ大陸にやってきた探検家たちは、空を覆い尽くすほどの鳥の群れを見た。それが旅行場とを記した一番古くて確かな記録。まあ私も本で知った知識だけど、太陽を隠してそのおびただしい数で森を覆って雪のように糞を落としていく光景なんて、今じゃもう夢物語でしょうね。でも当時の人にとっては悪夢だった。旅行場と一羽一羽は美しいフォルムをしていても、それだけの数が集まればそれはもう暴力なんだから。彼らはその時点では森を破壊し、人間を脅かす悪魔のような存在だった。営巣地は 10km にまで及んで、1コロニーにつき5万羽近い鳥の鳴き声が響いたのよ。一瞬にして風景を変えるほどの鳥の群れと、世界を覆うほどの鳴き声。冒険家たちがすくんだのもうなずけるわね。一つの住処に5万羽。
でもそんな数の鳥を人間の手でどうやって。ええ、当時誰もがそう思ったんでしょうね。でも話は簡単だったの。人間にとって旅行鳩は脅威でもあったけど、同時に安価な実りでもあったから。渡り鳥の胸肉は美味しいでしょ？よく鍛えられてるから。そんな食材が空に向かって鉄砲を撃つだけでバタバタと落ちてきたとしたら、あなたはどうする？まあ、身も蓋もないことを言えば、旅行鳩って鳥は簡単にお金にできる生き物だった。かくして、狩りは延々と続けられた。落ちた鳥は羽をむしられて、塩漬けの樽に押し込まれて、次々と出荷された。それはもう狩りですらなかった。ただの消費。人間側は労働の実感も、作業の手間すら感じなくなっていた。その頃、旅行鳩は、1羽1セントで手に入れることができたんだって。ここで言うならたった1円。ほんと。信じられる。その国最小の通貨1枚で売買される命が、この地球にはあったなんて。けど、それはまだまだ序の口で、本番は19世紀に入ってからだった。人間の旅行鳩狩りはますます熱狂していった。学校で習ったでしょ？ゴールドラッシュ。南北戦争を経て、アメリカ合衆国は急激に成長していく。西欧からの移民は増え続け、1870年には4000万もの人口に達していたわ。そんな移民たちの胃袋と財布を満たす材料として、旅行鳩は最高の獲物だった。で、もっと最悪なことに、人間は工夫する生き物だった。彼らはより早く、より多く、より簡単に旅行鳩を乱獲する手段を競い合った。目をつぶした鳩をおとりにして、集団を誘い込んで、一日で1万羽以上捕らえた奴さえいた。それでも彼らは、乱獲に疑問すら持たなかった。繁殖と狩猟のバランスは、誰が見ても明らかに狂っていたのに。それ一方的すぎないか？旅行鳩だって数が減ってくれば人間には近寄らないんじゃ。そこが彼らの不幸だったのよ。旅行鳩は繁殖力が非常に弱くて、自衛手段を持たない鳥だった。大群で暮らすこと、それだけが彼らの身を守る手段だったの。彼らが50億の王国を築けたのは、それまで天敵がいなかったからなんでしょうね。先住民であるインディアンも彼らを乱獲することはなかったというし。けど入植者たちは、自然のサイクルには点で疎かった。何より、あのおびただしい数の鳥が絶滅するなんて、夢にも思わなかった。旅行鳩にしたら晴天の霹靂よ。まさか何世紀も遅れて、海の向こうから天敵がやってくるなんて。そうして1896年、人間はようやく、熱狂を冷ますほどの現実に直面したわ。たったの25万羽。それが確認された旅行鳩の総数。何もかも手遅れよ。急いで保護法が作られたけど、人間の習慣はそう簡単には変わらないわ。あるいは、狩人たちはこう思ったのかもしれない。まだ25万羽もいるじゃないか。1000羽や2000羽ぐらいなら独り占めしても構わないだろうって。そうしてハンターたちは、当時最新の技術、電報で旅行鳩たちの所在を知らせ合って、実に20万羽の旅行鳩を仕留め、4万羽を傷つけた。生き延びたのは5000羽だけ。この時点で彼らは野生で生きられる種ではなくなったのよ。
それで旅行鳩はどうなったんだ？最後に保護された旅行鳩はたったの3羽。シンシナティの動物園ではオス2羽、メス1羽の旅行鳩が飼育されたけど、1年でオスたちは死んじゃったわ。残されたのはメス1羽だけ。その時点で彼女は地上で最も孤独な生き物になった。名前はマーサ。北アメリカを旅する鳥たちの最後の1羽でありながら、ただの一度も空を飛ぶことができなかったカゴの鳥。結局29年で彼女はその命を終えたわ。1914年9月1日午後1時、一つの種が終わる時間がここまで正確に残っている例は今のところこれだけよ。意外。できるだけ私的に語ったつもりだけど、受け悪いみたい。山育ちのあなたには憤慨者の話だと思ったのに。え？いや、すごい話だったけど、その、整理がつかなくて。当時の人たちは自分たちの手で減らしておいたのに、なんで最後は保護したのかって。相変わらずよくわかんないやつ。まあ、私が言いたかったのは、どんなに強く美しく見えても居場所から追われた生き物は儚いってこと。しずきくん、あなたが見た鳥はその最後の一羽かもしれないわよ。らしくない。何熱く語ってたんだろう私。やめやめ、珍しいから特別視するとかバカみたいだし。頼りないってのが一番だろうけど、話してみるとしっかりしすぎてるのよね彼。で、少しは街に慣れた？全然。何にせよ覚えなくちゃいけないことが多すぎて。素直っていうのはちょっと違うと思うよ。単にそれがいいことか悪いことかまだ分かってないだけかもしれないし。そうね。でも
もしかしたらそもそも。でも、もしかしたらそもそも…か…ほんと、はっきり言ってやればよかった。あなたは単に、そういうのに関わる気が、これっぽっちもないんじゃないのかって。こんばんは、アリス。台所にバケツはダメなんだな。アリス、青崎は？さあ、自分の部屋にいるか、出かけているんでしょう。洋館に戻ってくるなり、コマドリに呼び出される。小僧、ちょっとそこに座るっす。舐めてるっすね。自分コマドリだって舐めてるっすね。ところで、鳥鍋ってどういうことっすか？それ美味しいっすか？今度見舞ってほしいっす。
座れって言ってるのに仕方っすか。あーでも椅子ないっすね、ここ。じゃあ立ってるっす。小坊主だけに廊下に立ってるのがお似合いっす。あれ、今はうまいこと言ったんすかね、自分。長いっす。プロ歴長いっすよ。前女神の頃からアリスさんに仕えてるっす。なんで青いかとかどうでもいいっす。特技はズバリ探偵役と被害者役。でも探偵である自分が真っ先にコロコロするんで、誰が自分を殺したか結局誰もわからないっす。プロイ、待ってくれ。それには聞き覚えがある。プロイって何なんだ。何なんだと言われても困るっす。エロいとか役いとかの最上級じゃないっすか。横曲げることは。そんなことよりマイ天使アリスさんの話をするっす。なんとアリスって天使なのか。ヒユっす。自分にとって天使のような存在ってことっす。下界の喧騒とか自分の言葉をガン無視するところとか、マジ天使。アリスさんは神聖不可侵にして冷酷非道。舞女神であったところの母君とはちょっと毛色が違うっす。正直母君ちょっと育て方間違ったっすね。そうか、そりゃアリスにもお母さんはいるんだよな。この家にはいないようだけど。イエス、悲しいことに見まかられたっす。あの頃は前衛の鳥が鳴いたっす。アリスさんに負けないぐらい美しかったっす。あ、後でアルバムとか見るっすか。6ペンスで手を打つっすよ。いや、そういうのは本人の許しがないと。それはそうっすね。お前シャバ像の割にいいこと言うっす。人の過去花とか乱れにしちゃいけないっす。ところでアリスさんの子供時代の話とかしていいっすか。自分シャバ像の知らねえアリスさんを赤裸々にアピールして精神的上位に立ちたいっす。あ、いや、だからそういう話は。安心しろっす。アリスさんには黙っておいてやるっすから。まずはアリスに自分とアリスさんが初めて出会った時のメモリーを聞くっすよ。アリスさん、ああ見えて友達一人しかいなかったっすから、もっぱら自分が話し相手っつうか。ほら、壁相手にカコーンカコーンってピンポン玉打ち返すゲーム、あんな感じっす。アリスさんのメモリーはおよそ14年分。じゃあ1年目から行くっすよ。あ、いや、だから行かすよ。すまない。そろそろいいかな。ちょ、待つっす。ここからがいいところなのに、なんで猿っすか。スカーレット・オハラっすか。激動の主人公気取りっすか。
そのあたり自分なんか納得いかないっす。まだうちに入ったばかりの新参者がなんでアリスさんの視線を独り占めしてるっすか。許せないっすけど、その秘訣を教えてほしいっす。切実に。自分本気出したらすごいっすよ。何？君、今のはどういう。だからアリスさん好きあらばお前を見てるっす。思い出したんすよ。そもそも自分ね、視線でサーチされてるからって突き上がるなと釘刺しに来たんす。だいたい総の字は何度も自分に助けられてるっす。アリスさんの命令がなかったら今頃総の字鏡の中でおだぶつっす。これなんすかね。人間の感情とかわかんないっすけど、魚辺に里とか書くっすかね。助けられてるって、俺が？まあ、殺そうとしてるのもアリスさんっすけどね。アリスさんはこう言ったっす。彼が鏡の中に迷い込みそうになったら助けてあげて、危険なものには近寄らないように誘導もしてあげて。ええ、でも思い上がらないことね、しずきくん。別にあんたのことが心配なわけじゃボギラ。アリスさん、クライス。そして痛い。体中の血液がくちばしからこう右方向に流れていく感覚とか。これの言うことは気にしないで。こうしてますます疑問は増えていくのだった。